この前白衣子よりと飯のみの能力者になったんだけど、なんかその時にめっちゃ前に一緒に買いに行った服を着てきて、でその時あの女なんて言ったと思う？あのプチャの待たせ、この服ね、覚えてる？ラプちゃんと一緒に買いに行ったんだよ。一緒にお出かけするときに買いに来ていこうと思ってて、今日来てきたの。はぁ？彼女やん。彼女やん。なんだあいつ。はいと思ってんのかよ！かわいいじゃねえか。オタクだからよ、キョドっちまってよ。かわいいって言ったら、へへん。え、なんでみたいな、ちょっと照れてん。あー、くそ、悔しい。